てよ。わかる範囲で教えてください。こんな時に面接が延期だなんて。母さん、ごめんよ。君も面接ですか？そうだよ、面接を受けに来たんだ。面接延期になっちゃいましたね。どうしてこんな時に限って地震が起きちゃうんでしょうか。なんとか旅費を作ってここまで来たのに。僕は地方からこの会社を受けに来たんです。うちはあまり経済的に余裕がないから、お金を貯めて志望もこの会社一社に絞り込んで、ようやく三次面接にたどり着いたんです。それなのに今日に限って地震が発生して面接が延期になるなんて。もう一度ここに来るための旅費を作れるだろうか。旅費を工面するのに協力してくれた母に合わせる顔がないな。そんな彼の姿を見て僕は。そんなことで落ち込みやがって、イラつくぜ。あんなに揺れたの初めてよ。どうしよう。ごめんなさい。私に何か用ですか？やっと見つけたぞ。手間かけさせやがって。先生、これからどうしますか？学校は避難所に指定されてたと思いますけど。そうね、学校に戻るのがいいと思うけど、道は塞がれているし。あそこくぐっていったら通れそうに見えませんか？本当だ！あそこをくぐっていけば向こうに出られるんじゃないですかね。そうですわね。服が汚れてしまうけど仕方ないですものね。ちょっと危ないわよ。向こうに出られるかどうかも分からないし。そういうことなら、ヒロコ、最初に行って見てきてよ。ヒレミさん、それは。何言ってるの？そんな。わかりました。ダメよ。それなら私が行くわ。今まで何度も災害で倒壊物に挟まれても必ず助かってきたんだから。行くと言ってるんだから泣いている彼女に行かせてあげれば。ダメよ。だから私が。そうね、私たち翡翠学院の人たちはそんな荒々しいことできないわね。そうですね、私たち上品な校風ですからね。
ここもすごいわね。あれをくぐらないといけないの？今やってきた街の様子を見て、僕は思っていたよりも被害は小さいな。僕は今朝、僕は今朝遠い町からこの町にやってきたんだ。昨日までの僕は昨日までの僕はやりたいことをやりたいようにやっていた。今の僕は今の僕はこれからのことは成り行きに任せたいと思っている。ここにいても仕方がない。行くか。
店の人。まったくどうなっているんだ。店の人間はどこへ行ったんだ。早く売ってくれよ。早くしてくれないでしょ。黙って売ってっちゃうぞ。いや、助かったよ。お前さんが紙をくれたんだな。お、うちの店員か。ご苦労ご苦労。汚い手を俺の肩に乗せるなよ。しょうがないじゃないか。水が止まってて出ないんだからな。悪いな。お前トイレ使うなら気をつけろよ。水が流れないからな。さ、商売商売。いやー、派手に壊れたもんだな。まあいいか、どんな時でも商売商売。さあさあ買った買った。美味しいお弁当がたったの5000円だよ。確かアルバイトの柴野崎くんだったな。どれも違いますよ。そうかそうか、うん、しかしわしはここの店長の熊沢だが、当然知っているよな。何を言っている。僕がここの店長だ。ん？お前が店長？いや、そんなはずはない。いい加減なことを言うんじゃない。
さてと、こんな時こそ商売商売。さあさあ買った買った、美味しいお弁当がたったの5000円だよ。ありがとう。少し生き返ったよ。この黒い T シャツの男性は確か。確かさっきこわもての男の後ろを駆け抜けていった。あいつを知ってるのか。ああ、君はあの時あの男に話しかけられてた人か。あの男はまだ近くにいるのかい。あの男なら僕が見当違いの方向を探すように仕向けてやったさ。そうか、よかった。わけがわからないんだ。いきなり殴りかかってきて、幸か不幸か地震が起きたから逃げられたけど、君はこれからどうするんだい？こんな町からは一刻も早く脱出して家に帰りたいと思ってる。そうか、たまたまこの町に来てたのか。それは災難だったね。ラジオで言ってたけど、陸路はトンネルが崩れていて通れないし、空港はまだ滑走路が使える状況じゃないらしい。だから町から出るなら船で出るしかないみたいだよ。そうだ、それなら頼み事を引き受けてくれないか。僕は大切な人と会う約束をしてるんだ。こんな状況だけど何とかして探そうと思ってる。その鍵は地下鉄の曙宇津木駅のロッカーの鍵だ。中に大切なものが入れてある。それをここから南にある湾岸エリアのフェリー乗り場に持ってきてほしいんだ。僕も約束を済ませたら向かうつもりだけど、間に合わなかったらそのまま町から出ても構わない。この辺りは道が塞がれてるみたいだけど、どこからか出られれば。すまないがお願いするよ。僕はもう少しここで休ませてもらう。さあさあ買った買った、おいしいお弁当がたったの5000円だよ。すみません、ミネラルウォーターは残っていませんか？ミネラルウォーターありますよ。ちょうど最後の1本残ってました。それをください。はい、ミネラルウォーターは2万円になります。2万円は高すぎるよ。もっと安くしてあげろよ。なんだって？高いだって？嫌なら他で買えばいいんだよ。ちなみにうちはたった今3万円に値上がりしました。さあさあどうだ、ミネラルウォーターがたったの3万円だよ。いい
加減にしろよ。何が3万円だ。なんだと。ピンポンパンポーン、価格改定のお知らせです。ミネラルウォーターはたった今4万円になりました。あしからず。なんだお前は。お前人の店で何をやってるんだ。いや、あのお留守だったもので、ちょっとお手伝いをと思いまして。手伝いだって。俺がいつミネラルウォーターを4万円で売りつけてほしいって頼んだんだ。さてと。私がここの本当のオーナーです。留守の間にご迷惑をおかけしました。ミネラルウォーターは無料で差し上げます。ありがとうございます。では急ぎますので。お前さんも変な輩に抵抗してくれてありがとう。この店の評判が落ちずに済んだよ。お礼と言っちゃなんだが、これを受け取ってくれ。お前さんも困ったことがあったらまた立ち寄ってくれ。まあ何もない店だがな。ところでお前さん、どうしてうちの制服着てるんだい。心配だから早く戻りたいんだが。